パルケ。パラからトレーニングするのって大丈夫なの？翼さんの様子を見てるとあんまり軽そうにも見えないけど、そうなんださ、最近お腹が気になって気を緩めてたから、ちゃんとしないと美味しいもの美味しく食べられなくなりゃ。それに関しては理解できる。今のところは平気っぽい。ま、危なくなったら私も運動すると思うけど。いぶきくんは何もしなくていいの？いいなぁ。もうダメ。翼さん、そろそろ準備しないとまずいんじゃないの？あ、本当だ。でも今は疲労で体が、はあ、私も手伝ってあげるから。ありがとう。トレーニングすると頭はしゃっきりするけど、体がポカポカで熱いや。それはトレーニングだけじゃなくて季節のせいじゃない？そっか、もう春で、すぐ夏だもんね。おっと、そうだ。後でお昼ご飯食べに行ってもいい？もちろん。じゃあ僕はお先に行ってきます。行ってらっしゃい。私、買い物に行ってくる。いい、一人で平気。いらっしゃいませ、二人とも。こちらの席へどうぞ。うん、ありがとう。あ、そうそう。本日のパスタは、春キャベツとアサリのパスタとなっております。おすすめだよ。なら、私も、食後に紅茶をお願いします。かしこまりました。少々お待ちください。マスター!オーダー入りました!ああ、新しいゲストだ。代を頼む。いらっしゃいませ。お一人ですか？
大したことじゃないけど、前から思ってた。翼さんって楽しそうに働くなーって。ああいう姿を見てると、本当に良かったと思う。あの時、いぶきくんがいなかったら、こんな気持ちではいられなかった。お待たせしました。春キャベツとアサリのパスタとサングリアです。紅茶は食後にお持ちします。ありがとう。で、二人で何話してたの？え？なに急に。間違いではないかも。リノ君まで一緒になって。本当に、そういう話だっただけだし。そんな風に言われると、見られるのが恥ずかしい。オーダー、上がったぞ。はーい、すぐに。お待たせしました。君は店長の散歩をお願いできるかな。なんかさっきからうずうずしちゃってるから。犬の毛だらけだぞ。いいじゃないですか、それくらい。毎日のストレスをモフモフで発散させてください。でないと精神がどうにかなりそうです。気持ちはわからないではないが、悪いや、メンタルケアに付き合ってくれ。解決させたら新たな事件が3つ発生する。毎日そんな感じだ。まあ文句を言っても始まらん。やるしかない。橋姫ひなぎくのことか。知り合いだったんだ。気になって当然だ。そういう気持ちがわからないわけじゃないが、伊吹くんが
橋姫ひなぎくと出会った時、すでに遅きに失していたはずだ。酷なことを言うかもしれないが、何もできなかった。考えすぎない方がいい。悔いは残るかもしれないが、長い人生そういうこともある。それはどうしようもないことだ。数え上げればキリがないくらいたっぷり抱えている。こんな仕事だしな。そんなおっさんから言えることがあるとすれば、人生悪いことばっかりでもないってことくらいだな。おっさんの愚痴みたいなもんだ。礼を言われるほどのことじゃない。あのな、それが分かってるなら指摘するんじゃねえよ。おい、そろそろリフレッシュできたな。まだです、もうちょっと。ダメだ、行くぞ。わかりました。ありがとう、撫でさせてくれて。それじゃあね、いぶきくん。またな。今日もお疲れ様。今日は先に帰ってて。私コンビニに寄ってから帰る。お昼におつまみ買い忘れたの思い出した。いい、大したことじゃないし、付き合ってもらうと逆に気になるから。朝のトレーニングだけじゃなく、夜にはウォーキングをね。と言っても試してるだけで、本格的なやつじゃないけど。それよりも一人？リノ君は？そっか。なら僕と一緒に帰ろうか。さっき言った通り、本格的なやつじゃないから、散歩と大して変わらない。気にしないで。ああ、確かにそうかもね。以前はこんな夜空を見上げることもなかったから。これも全部いぶきくんのおかげだ。僕、そんなに微妙なことを言ったかな。聞かせてほしいな。そういうのはまず話を聞いてみないことにはね。
伊吹くん、ちょっとこっちに来て。座って。そうだ、男の子を抱きしめてるんだ。ドキドキもするさ。でもこれくらいの方がはっきり分かっていいだろう。僕がちゃんと生きてるって証だ。伊吹くんのおかげだよ。こんなにドキドキできるのは、これは伊吹くんが僕に与えてくれたものだ。何もできなかったなんてことはないよ。君は僕を助けてくれた。だからね、以前からずっと考えてはいたんだ。お礼をしなくちゃって本当に感謝してるんだ。伊吹くんが望むならキスしてもいいくらい。気軽じゃないよ。気軽にしたりしない。こんなこと。そうだよ、とても失礼なことだ。でも許す。こんな会話ができるのも全部伊吹くんのおかげだから。そして伊吹くんが悔いを抱えるとしたら、それは僕のせいでもある。だから聞かせてよ。もっと教えてほしいんだ。僕が支える。一緒に支える。だから何でも言って。だったら嬉しいな。名前で呼んでもいい？カナトだよね。それから僕のことも名前で呼んでほしいんだ。翼って。
平気くないかも。自分でも今予想外の動機に驚いてる。うん、そのままでいい。ドキドキしてはいるけど嬉しいから、そのまま呼んで。かなと、なんか恥ずかしいねこういうの。なのに嬉しいのはなんでだろう。ねえ、僕の気持ちまで感じられるって言ったよね。本当にわかる？僕の気持ち。勘違いじゃないよ。とはいえ、こんな体勢だからね。この場で返事が欲しいとも思ってない。今はそれで十分だよ。あ、帰ってきた。なんで寄り道してた私よりも帰るのが遅いの？しかも翼さんもいないし。ごめんごめん、ちょっとウォーキングをしてたんだ。その途中でカナトと合流したんだよ。へー、ごめんねリノくん。え、いや、あ、それは別に。ちなみに二人は一体どんな話をしたの？え？何か話をしてたんでしょ？何の話？それは、まあ他愛のない話だよね、カナト。ふーん、翼さん、先にお風呂に入ったら？私は後でいいから。え、そう？うん、気にしないで。どうぞお先に。なら、お言葉に甘えさせてもらおうかな。翼って呼んでた。翼さんのこと名前で呼んでた。しかも呼び捨て。今朝は木戸さんって呼んでたのに。何の話をしてたわけ？そうだけど、あくまでさん付けだし、それに伊吹くんが誰かを呼び捨てにするのも初めてだし。ずるい。なんかずるい。
私も。名前で呼んでよ。それとも何？私の名前は呼べない理由がある？難しいかも、これ。別に、そわそわしてないし。わざと絶対わざと言ってる。面白がってる。だからからかうな。約束だからね。どこ？リノでいい。呼び方、リノのままでいいから。なんだろう、さっき何か違和感があったような。なくはないかな。でも私がカナトに望んだことだし。あー、そっか、違和感の正体はそれだ。つまりそれってリノ君？
そんな感じかも。翼さんにこのまま負けるのは嫌かなって。そっか。わかった。でも僕、譲るつもりはないよ。わかってる。私だって譲るつもりないし。これは、その決意表明、みたいなものだから。じゃあ、恨みっこなしだ。ふん、恨みっこなし。とはいえ、この場でどうこうできるものじゃないし、ひとまず朝ごはんにしない？そうしよう。私もお腹すいた。ほら、当の本人がこんな調子だもん。本当にね。